お疲れ様でした。10分弱になりましたが、石川選手と一緒にプレーしました。今日の試合振り返っていただけますか。いや、もう勝ちたかったんで、しかもなおにね、あいつにもアシストされてね、あんななんかも痛そうにしてる足で舐めたボールで入れられちゃったんで、もう悔しくてしょうがないですね。試合途中まであのピッチサイドからプレーご覧になってたかと思いますけど、どのようにご覧になってました。なおですか。いやー、もう昨日ね、あんだけ走り回ってね、もう体中バキバキだっていう話昨日してたんで、いやそれでもまあ俺来たんだから出てこいやっていう話はしてたんで、まあまあなおらしいプレーもいくつかあったし、最後にね、本当会場みんな沸いたと思うんで、やっぱさすがスーパースター違うなっていう感じですかね。大庭選手、ご自身のプレーいかがでしょうか。いや、僕は何もしてないですね。なんか入ったらすぐ入れられちゃったんで、もう本当申し訳ないって感じです、チームに。そして U23 ということで、若い選手のプレーになりました。引っ張っていきたい、見せていきたいプレーという、いろいろ気持ちがあると思いますけども、どんなことを伝えていきたいと思ってますか。今日のセレッソに関しては少しこの腰が引けてるというかね、っていうのがあったんで、逆に東京は本当に球際の勝負とかほとんど勝ってたんじゃないですか。そういうところで勝負が分かれるって僕は個人的に思っているので、まずはそこからですね。技術とかよりもまずそこからですね。そしてリーグ戦終わりましたけども、セレッソとしてはまだ天皇杯が残っています。今後に向けて一言お願いいたします。いや、もう来年の1日やってやりますよ。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。